これがまあ8区やと、一気に行くんですね。明日になったらもう食べれないとか、はいはい、なんか1日1メーターね、竹は伸びるって言いますけど、まあ、8区もそれぐらい。あ、なるほどね。ああ、 こういうやつですか。これの上を取るんですか。上っていうか、もうちょっと下っていうのが出てるかな。ここぐらい。グーとしてパキッと入れるとこで。ああ、なるほどね。ちょっと、はい。ああ、なるほどね。あ、これでいいんですか。で、これで皮を。皮をめくって。はいはいはい。皮があったらこの傘がすごいかさばるから。ああ、なるほどね。だから容器がカバンに入る。ありがとうございます。じゃあこれ今から皮むきます。めくって皮を捨てていくんですよ。帰るんですよ。ああ、これ取った後。皮があったらこうごつにこう傘が増えるから、皮を削ったら。八区。も容器入る。そうそう、八区。はい、こんだけ取りました。今は置いていく。八区取りました。はい、これ皮むいてます。美味しい。じゃあもうちょいですね。このボッてやつから多分全然火通ってないと思います。うん。あ、美味しい。でちょっとやっぱこうアク出てくるんですね、こうやって。柔らかくなった。15分ぐらい強火で湯がいてたかな。ざるにあげて湯切りしてます。熱っ。ちくの刺身完成です。お醤油でいただきます。はい、メンマ作ってます。うーん、美味しそう。